どうもどうも、ロマンシングサガリユニバース無課金野郎です。はい、今回は五竜集結祭、メロとセロイ編を、弾いていこうかと思います。今回の狙いはメロとセロイ一択です。メロとセロイ、当たるまで全突破、メロとセロイ当たったら即撤退でいこうかと思います。はい、他にも魅力的なスタイルは、たくさんいるんですけど、まあ、どれも運用がそこそこテクニックがいりそうで、実際どれぐらい強いかっていうのはすで、に、クリアした方のクリアした方の、使用感とかを参考に、使ってみたいなと思うばかりであります。ジュエルは、現在のところ、39万9988ジュエルありまして、メロとセロイ当たるまで全突破でいこうと思います。仮に途中でメロとセロイが当たっても、その後、ガチ勢さんたちの、考察によって、メロとセロイ以外のスタイルもやべえぞっていうことが、判明した場合は、追加で、引いてそのスタイルも確保するかもしれません。今回は、すり抜けなし、SS 当たれば全部ピックアップのガチャです。ですのでできれば、SS がたくさん当たってほしい、当たった上でばらけてほしい、そんな欲望まみれのことを、思ったりもします。はい、それでは、運命の10連目に行ってみようかと思います。メロとソレイが10連で当たったら、即撤退です。前振りで喋った方が長い動画になってしまうかもしれません。それでは運命の10連目いきます。メロとセロイが当たったら即撤退。いきなり 1% を引いてしまっても全然いい。ちなみに、昨日はパチスロでめちゃくちゃ勝ちました。運勢がそっちに持っていかれてしまってるかもしれないことを危惧しつつの10連目。はい、バラが走ったレバーを引くのよ。爆発はしません。バラキック爆発なしです。しかし私はバラは結構、期待度が高い、やつなんじゃないかと勝手に思っております。はい、いきなり S スタイル来ました。今回のメロとセロイの性能ですが、別の動画で、話してたんですが、かなりのぶっ壊れ性能だと思います。今後雑魚敵が出てくる高難易度が一般化的になってた時に輝くんじゃないかと思います。はい、爆死でした。はい、1% 引けませんでした。それでは20連目いきます。メロとセロイ以外のスタイルもなかなか有用で、ぶっちゃけどれを当ててもどっかで使える可能性が残ってるスタイルが多いんじゃないかと思います。でも私はメロとセロイが欲しい。20連目。はい、マコ走ったレバーを引くのよ。爆発はしません。マコキックなし、爆発なしです。いかに 5% を引くかの、戦いになってきました。螺旋270をクリアできてないので、メロとセロイ以外にも取っときたいスタイルはいるんですが、とにかくメロとセロイが欲しい感じです。周回役としても使えそうですし。はい、爆死でした。とても立ち上がりが悪い感じになっております。それでは30連目いきます。30連目。なんだか物欲センサーがいるんじゃないかっていう気がしてならないんですが、いきなり戻るオカルトをやったり、他のガチャをちらつかせたりしながら、30連目いこうかと思います。ちなみに、まだ開催期間があるので、待ってもいいんですけど、次に欲しいのは女神が欲しかったりします。はい、そんな別のガチャを、話をして嫉妬心を覚えさせたところで30連目いきます。はい、ウサギ走ったレバー行くのよ。
爆発はしません。今のところ 5% のピックアップがなかなか引けてないなって感じですが、30連目はまだ分かりません。いい加減来てほしいけどどうなんでしょうか。とりあえずピックアップ当たればすり抜けはないというのがかなり勇気づけられるんですが、 5% を引けないことには何も始まらないというのが悲しいところ。 IS 来ちゃった。はい、爆死でした。きついですね。では40連目いきましょう。没翼センサーが、全開になってるんじゃないか。新年没翼センサー全開じゃないかと思わせますけど、とりあえず40連目いきます。そろそろピックアップが来てほしい。このガチャでノーピックアップ天井とかかなりの地獄ですので、そろそろピックアップが来てほしい。40連。はい、何も走らなくなったレバーを引くのよ。爆発もしません。おっと、何も走らない。キックなし、爆発なしです。これは寒くて逆に暑い、サモアツの可能性があるんじゃないでしょうか。あってほしい。動物も来なかった。キックさえしなかった。これは来るんじゃないか、来るんじゃないか。来なさそう、来なさそう、来なさそう、来なさそう。来ませんでした。はい、50連です。50連ですので、恒例の仏様オカルトいきましょう。仏様にご降臨いただきまして、仏様は、ここで見守っていただくことにします。はい、仏様の見守り始まりました。ちょっとこれはきついですね。流れが完全に悪いような気がするので、ここで、別のガチャちょっと引いて流れを変えるオカルトをやっておきます。せっかくだから、チケットガチャを、チケットガチャを、やってませんでしたので、この10回確定ガチャをちょっとやっておきましょうか。50連の前に、ソティとアシュラ、とりあえず1回はチケットでいけるやつです。私はソティもアシュラも持ってませんので、ここでこのピックアップを引けるかどうかみたいなので運試しをしておきます。はい、それでやってみましょうか。演出スキップ、これで両方スルーしたら、ちょっと運勢が溜まったと、考えておきましょう。それではチケット、50連の前にチケットを1回やっておきます。はいと。はい、何も走らないレバーを引くのよ。爆発もしません。走らないキック爆発なしです。これはスルーしちゃったんじゃないかとかなり思います。ここでピックアップが当たってもちょっと微妙な気持ちになりますけど、どうなんでしょうか。はい、爆死でした。はい、チケットガチャは残念な結果になりましたけど、これで1回爆死を回避したと考えて、50連に行きましょうか。仏様の見守りとチケットオカルトを挟んでの50連。いい加減ピックアップが1体来てほしい。メロトセラーじゃなくてもこの際、そんなことを言いながらの50連。はい、何も走らないレバーを引くのよ。爆発もしません。走らないキック、爆発なしです。ちょっと弱いですね。50連して 5% が引けないというのはもうすでに下振れてる気がします。はい、爆死でした。ノーピックアップ天井あるんじゃないかと思えてくる大爆死でした。ここでしつこくもまた別のオカルトを言っておきましょう。螺旋ガチャを
もう全部持ってるんであんまり引く意味もないんですけど、これをマックスで言っておきましょうか。螺旋型は810回をマックスで言っておきます。もう演出スキップしてもあれなんですけど、810回引いたところで、SS スタイルは6体当たってたみたいです。800回引いて6体というのはかなり下振れてますから、これで下振れをちょっと押しやることができたんじゃないかという謎理論。はい、5% を800回やったら、もっと当たってないとおかしいはずですから、800回ガチャを引いて S スタイル6人というのはかなり下振れてます。これで下振れの波を、クリアしたんだと言い聞かせて本家のガチャに戻りましょう。はい、そんな茶番を挟みつつ60連いきます。これでそろそろ誰か来てくれないとかなり辛い、そんな60連。はい、無口は走りました。まあ、あの SS 確定すれば無口は来るのは当然なんですけど、これでメルトステロイが当たったら大勝利、レーバーを引くのよ。無口はキック、爆発なしです。これはまあさすがに1体という感じなんじゃないかと思います。どうなんでしょうか。誰が来たのか、暗転とかあったら最高だったんですが、メロトセロイなら撤退、流れが来たのか、メロトセロイなら撤退です。誰が来たのか、まあ外れがないっていうのは嬉しいですね。誰が来たのか、どうやら SS は1体じゃないかと思われてきました。誰が来たのか、本当に無口当たったのかという思えるぐらいですが、次か。はい、来ました。竜騎士です。一番運用が難しいと思われた竜騎士が来ました。どうすんだよ竜騎士っていう感じですね。まあもちろん使いどころはありますし、一番可能性のあるスタイルとも言えますけど、そうですか、竜騎士ですか。まあ、ありがたく使わせてもらいましょう。でも流れは来たような気がするので、この流れのビッグウェーブをつかまないままに、逃さないままに70連いきましょうか。はい、それでは70連いきます。あとはもう竜騎士かぶりをしないことを願いながら天井を目指す感じでしょうか。そんな70連。はい、ダブルクロス、流れがいい、レバーを引くのよ。はい、爆発します。ダブルクロス、キック、爆発です。あとは竜騎士をかぶらせないかの戦い、5分の1を取るか取らないか、なんか取っちゃいそうな気もしますが、どうなんでしょう。メロトセルが来たら撤退です。どうなるのか、どうなるのか、はい、メロトセロイです。はい、勝利が確定しました。70連引いて竜騎士とメロトセロイですから、確率的にはちょっとだけ下振れたかなという気がしますけど、ただ70連で、決着できたのはかなり良かったんじゃないでしょうか。メロトセロイ、そして竜騎士が当たりました。どちらも今後の可能性を期待できるスタイルだと思いますので、この2つを使ってとりあえず竜騎士は使うかどうかわからないですが、とりあえず、螺旋270に挑みたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。